河原社長、ちょっとお願いします。はい、じゃあ皆さん拍手で河原社長ですね、また迎えてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。どうも、はい、どうも。はい、というわけで、はい、何でも質問いいですよ。もうつまらん、もうバカな、クソったれみたいな質問でも何でも、はい、ある方、質問、何でもいいですよ。思いついた時に、いや、そういうはい、質問、質問、はい、はい、お願いします。はい、すごいくだらないことなんですけれども、はい、やはり商売はイコール収入というか金だと思うんですけれども、はい、一度、無一文になってもいいとおっしゃってましたが、はい、それは本心ですか？あ、本心ですね。はい、無一文に好きでなるんじゃないですよ。なっても別に構わないと、はい、ありがとうございます。はい、はい、いいですね。はい、最初がつまらない質問だと次が質問しやすいでしょ。はい、どうですか。はい、何でも。はい、はい、はい、どうも。すいません、はい、従業員の育て方なんですが、組織がまだちっちゃい時にいい人材を育て上げる、それって結構大変だと思うんですよ。で、ある程度今のような形で大きくなると、いい人材が来るような状態だと思うんですけど、その過程の中でどんなことを一番気にかけてやってこられたかなっていうのをちょっとお聞きしたいです。はい、僕よく、まあ、俺は思うんだけどね、20人ぐらいの時に僕人材育成全然しなかったんですよ。でも本当はその時期にしとけばもっと楽だったなと思ってます。だから小さい時に本当はしなきゃダメです。僕はできなかった、だから時間かかってます。大きくなったからって言っていい人は来ないです。小さい時の方がいい人は集まってるんですよ、うん、だってその中心に親父が近いところにいるんだから、ね、熱発してるんだから、それに担当してるメンバーいっぱいいますよ。ただその人が、ね、年が若いね、まあ、20代だったり30代だったり代だったりするからさ、伝え方が分かんないだけさ。だからやっぱりリーダーはしっかり勉強して、ね、自分が親父だって腹をくくれる33、35であれば立派なその教え方がね、社員さんが育ってきますよ。早い方がいいですよ、小さい方がいいですよ、やりやすい。僕はそれで失敗したと思って。はい、はい、じゃあ私が、はい、もう今くらいですね、もうでかくなって一風堂の話はこう弱小零細企業家にとってあんまり参考にならないんで、そのアフターのね、一人で始めた時、はい、でもいきなりその一人で百何十万か、はい、でも8割あらりで、まあ、はい、それは大成功ですよね、うん、それなんで大成功したんでしょうか。別にお客が来て受けるためにね、床をグロールの真似をしたから受けたとかだけじゃなくて、なんかちょっと誕生日の話とかいろいろあるでしょ。ああ、その辺の脱サラ自営業で成功した、はいはい、最初はですね、最初はアフターズレーン11月の16日に出しまして、最初の売り上げが50万いかなかったと思います。まだ15日とかそんなもんでね。で12月が100万いかせようと思って考えまして100万いきました。で、1月2月と100万とか90万とか120万とかそんなもんに3ヶ月4ヶ月後に行きまして、これじゃあ人がですね、その時は厨房って、まあ、キッチンがもともと5坪だから小さかったんですよ。で絶対これをちょっと改装して直さないかなと思ってましたから、改装しようと思ってました。でまあそういう計画があったのと、最初言ったようなね、もうあともう本当僕何もなかったですから、それ失敗したらもう何も後がないわけですから、とにかく繁盛させようと思いましたね。さっきの思いの話じゃないけど、で一日も休む前というのと、お客さんの顔をとにかく覚えようと思う。だからね、伝票の下ね、カウンターの下に伝票あるけどね、この人綺麗、俺のこの人とか言ってね、電話番号変えたりで、誕生日も聞くんですよ。で3人5人で来た人は一番中心になる人たちの中心のこの名前とかね、中心になってるおっさんの名前とか覚えて、
で電話番号を聞いて、でもう家に帰ったらその人の名前何遍も何遍も見るんですよ。誕生日も覚えると。そして次の日すぐ電話するんですよ。中洲の皆さんのママと一緒ですよ。あ、昨日もありがとうございましたって、ただ言い方が、あ、どうも先生ありがとうねって言うんじゃなくて、ね、あ、どうも本当ありがとうございました、もう助かりましたよって、あんな店ですからまた一緒に飲みましょうやって言うためには一緒に飲んどかないかんですね。だからもうばっかばっか一緒に飲んでね、一緒に二人で、でその帰りもう酔っ払ってバカみたいな話はするけど、家に帰ったら名前と誕生日と覚えるんですよ。次来たら何百人、ね、いやどうですかね、もう忘れましたけども、いや、どうでしょうね、200人、300人っていうのはもう十分に覚えてましたね、誕生日も、名前と誕生日ですね。そしてそれを覚えていけばですね、もうどん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 そういう癖がついていきますから、で電話をするでしょ。で次の日はですね、それからもう1年ぐらい経って少しね、売り上げが安定、まあ、それでも小さいですよ、100何十万ですよ、狭い店だから。だけどもう今度は飯食いに行くんですよ。もう朝まで飲んでても、次の日はですね、これよくある話ですよね、みんな。もう、バシッと、僕大体あんまり寝らんで、3時間、4時間ぐらい寝れば済んでたんですね、その頃は。今50になって、8時間とか6時間とか8時間寝ないと、なりましたけど、当時は寝なくてよかったです。で、とにかく10時ぐらいから電話入れ始めてね、今日あんた、これちょうど昼飯食わないかんけん、あんた食べようやって。ね、で、もう一人まで電話して、今日昼飯食わないかんけど、12時半ぐらいになるけど、いいかいな。で、今日昼飯食わないかんけど、1時過ぎるけど、いいかいな。3杯ぐらい飯食うわけよ。そして、あとね、その近所から来てるね、その店の近所にある会社にまた電話したりしてからでさ、3時か4時ぐらいあんたお茶があるけど、3人ぐらいでお茶飲みに来ちゃうよとか言ってね、どこどこの喫茶店で俺はお茶を掘ってやるけど、ってから。で、それから柳橋屋で買い物行ってからさ、仕事を。それは毎日したらね、それは嫌でも繁盛しますよ、はっきり言って。ねえ、ほんと。もう、そんなもんでした。わぁ、ちょっとランチェスタのリサだ。すごい話だな。今、すぐやったの。あ、いや、すごい。さすが。いや、でも本当そうしたらお客さんはずっと増えますよ、本当。いや、でも 99% の今の他の店はしてないよね。そうですね。うん、脱サラしたばっかりでどうしようもないっていう。いや、どうしようもない。しかもね、何もしてないんですよ。そうです。いや、もうこれは親不孝通りだからね、うちはダメなんだって言ってますよ、みんな。僕ね、よくね、飲食店のいう人たちをね、まあもちろんオーナーの年の上の人から若い人から、いろんな人相談受けますけど、若い人たちにね、店はしたいって言う人よくいますね。で、店したいって言うけどね、その、でも、じゃあそれいいじゃないかって言ったら、いや、金がねえんだって。バカじゃないか、こいつと思いますね。で、その時点で、その答えを出した時点で、あ、こいつは店は仕切らんなと思うね。金なんかなくったって店は商売ぐらいどこでもできるよ、はっきり言って。金がない、若い、金がない。当たり前じゃないかって。じゃあ、でも体力あるじゃないかって。走り回れって。ね。なんで A リッチ、B リッチ、C リッチ。A リッチ、B リッチはできんでも、C リッチのさ、坪6000円とかいうところで20坪ぐらいでさ、2の12、12万ぐらいの家賃やったら、家賃だけで考えればさ、夜のどっかにバイトに行っても12万の家賃は払えるわ、はっきり言うて、うん。本当に店をするのが、それが自分の夢やったらさ、すればいいって。でももう閉めますっていうのがあるね。なんで閉めると、いやもう一生懸命働きよるけど、15万ぐらいしかもう金がもう残らんとですよ。十分やないか、残れば15万ね。お前夢って言ったやないかと思うね。諦めるのが早すぎるわけ。そう思います。うん、ここでなんかね、そう猿みたいな猿みたいな、いやいや、本当ですよね。いやでも、いい質問を渡しましたね。いや、そこまで、ね、まあ、要は普通の一般企業でいう営業活動ですよ。ああ、だから飲食業もデザイナーもコピーライターも作家も S 評論家もやっぱり営業しないとダメですもんね。そうですよね。店考えて待っててね、客が来るなんてね、とんでもないですもんね。いや、すごい。だから C リッチで商売してもね、体力があるんやったらね、やっぱ友達に好きで絶対来てくれとかね、うん、それとかもうね、みんなもう仲間になっていくとか、ね、はい、ほぼなんぼでもありますよね。うん、で、ローラー作戦、近所にね、はい、あんまりこう、夢も希望もないようなところでしたらいかんけどね、それはやっぱり物を見る目が必要でしょうけど、ここはね、C リッチなんだけど、好きな川がある、好きな公園があって、緑があって、ね。ああ好きな場所やなって、のんびり心落ち着くなっていうところで、よしここで商売しようと思ったら、あとか方法は何ぼでもついてくるよ。だからね、あの繁盛店の地球柄を植松さんですよね。え、
繁盛期の地球屋。ああ、そうそう、の上田さんもそう。今でも週2回の宴会役、外回りで挨拶回りしますね。あの人はもう偉いですね。でそんなことを他の飲食店に話すとですね、なんで俺たちが外回り線って行かんというの、ね、いや そんな感じなんですよ。でもだからやっぱちょっとおかしかったですね、最初の頃からそんな、ね、あれをやるとはですね。はい、はい、あと付き合った女性今まで何百人だ。嫁さん今チャーメンにいくら大丈夫ですか。いやね、たくさんいっぱい勉強しました、はい、でさっきあの日本で最初に、ね、女性の客層に絞ったというなんか経営戦略的な話しましたけど、実は今まで付き合った、いや女にモテたいがためにラーメン、モテたいラーメンをやろうと思ったんじゃないですか。アフターダレではですね、それは洒落た飲み屋してましたから、そこのマスターとしてね、酒場のマスターはどんな不細工な男たちでもモテるんです、本当に、ね、皆さんでも、ね、僕もモテましたでもこれはラーメン屋の親父になったらどげんなるかいなと思ってね、これで思ったら本物やなと思って、うん、そしたらモテんやったね、あんまりそうですね、飲み屋のマスターはモテる、ラーメン屋なかなかね、今の時代だったらいいと思いますけどね。あ、でも、でも300人ぐらいでやったんでしょ。いや、もう知りませんよ、なかった数えきれやん。はい、もう何でもいいですよ、もうバカ話って、もう今日、今しか聞けないっていうね、なんかどうですか。はい、はい、もう何でもいいです、もうつまらない質問でいいから。はい、つまらなくないんで、ごめんなさい。はい、はい、はい、不動産に行ってすごい感じたのが、はい、普通のスタッフの従業員の方がですね、すごい笑顔で元気がいいんですよ、はい、で、何か特別なアドバイスとか、あるいは入るときに人選してらっしゃるのかなっていうのがちょっと思ってたんですが、うん、どうですか。ありがとうございます。それはあんまりないんですよ。ただですね、今年僕はちょうど6月に今ね、さっき話しましたけど、110人の社員を7班に分けて5泊6日で鹿島のね、研修所で社内研修、それはもう自社内のですね、僕たちがみんな社内の人ばっかして、あと1日目は俺の話とこうシミュレーションゲームで、2日目はデビッド伊藤のね、演技開発、演技指導っていうのがあるんですよ。で、あとはエリアマネージャーがね、自分が先生になっていろんなことを講義してグループディスカッション、4日目はプレゼンシャル声明からね、これはちょっと外部ですけど、ちゃんと営業の人を呼んで村田誠って、これはもうトップセールスですよ。で、そいつに講義、ね、人生の設計プランで4日目は全部、まあ、そういうことは初めてです。普通はね、何も言わないんですけども、でも僕たちの会社力のもとカンパニーはみんなの笑顔が力のもとだっていうのがキャッチフレーズなんです。笑顔がもう笑顔の方が、一番僕たちの会社が大切にするものということを最初から歌ってます。で、勇気、元気、活気っていう言葉がね、俺たちの基本のフレーズなんですね。で、人間っていうのはさ、こう、木っていうのがあるでしょ。木もこれね、やっぱり発酵していく木、こういうのはやっぱりね、勇気であったり、ね、元気であったり、まあ、力のものを元気であったりね、あるいはまあ陽気であったり、こんなもんですよね、まあ、活気であったりさ、そんな気をやっぱりいっぱい持っていかないといけないと思うんですね。そしてそれと同時にね、こっちの方にはじゃあその気と一緒にどういう気があるのかっていうと、ね、当然もちろん分かっていらっしゃるでしょうけど、閉じていく気っていうのがありますね。これやっぱり良くないですよね。ね、この、まあ、陰気臭い陰気、ね、こう邪気に満ちた邪気であるとかさ、心気臭いとかさ、なんかそんないろいろね、短気であるとかさ、なんか良くない気がありますよね。人間どっちと思ってますよね、陰気も陰気も短気も。でも僕たちはですね、すみません、すぐ終わりますから、あと2分になってね。僕たちが、僕の考え方はですね、いろいろあるんですけど、これがお店としますね。これがお店ですね。お店っていうか、不動でもいいんですけど、お店、不動でもいい。そしたら、世の中はね、人間ですから、ね、一人の人間としてさ、こう、元気のあるとね、これは黒が元気としたら、元気いっぱいの時もある。当然そうですよね。
今日は元気だっていう時もあるけど、でもいつも人間なんてそんな便利じゃないから元気じゃない時もあるよね。彼氏と喧嘩した、ね、お母さんから叱られた、お父さんから叱られた、ね、両親のどちらかが亡くなった、大好きな誰かが、いろんなことで元気じゃない時もある。いつも半分半分に分かれてないですよ。元気ばっかりで追われている日も、あるいは悲しみで追われた日もあるのは当たり前ですよね。で、世の中にはそういう人たちがいっぱいおるんですね。元気な人も、ね、今日はもう頑張るぞ、明日も頑張るぞ、昇級したぞ、ね、昇進したぞ、子供が生まれた。でもそうじゃない人もいるね。喧嘩した、もうあいつを恨んでやる、恨み殺してやる、いろんな気持ちを持っている人ね。あるいはその中間層のね、なんか半分もう元気がないが、冷たい人がいる。いっぱいいろんな人がいる中で、僕たちはブドウ、まあラーメン屋、あるいは飲食店舗をしている。でもいろんな人はご飯食べるから来るわけですね、皆さん、ね、食べに来る、とりあえず食べなきゃいけない。そんな中でさ、俺たちのスタッフがね、今日はもうね、店長に怒られた、彼女と別れた、ね、親父から怒られた、いろんな嫌な、車でぶつかった、いろんな嫌なことがある人たちが追ってごらんなっすよ、ね、元気でしょうが、もう一人ぐらいしかおらんで、あるいは半分元気である。もう元気じゃないやつ、笑顔も出らん、活気もない、ね、元気がないやつがおったら、特に元気じゃない人が入ってきてからになるよ。もうあんたもう帰るときはさ、悲しみの涙に覆われたから、もう全然元気じゃない、ね、悲しい、苦しい、いや、辛いとか、もうそんなの絶対こんなようなこと生きていくもんか、何やの店だっていう感じで、ここで倍増されてさ、これもうあんた倍増してビーンってなってさ、で元気がない人はもっと元気じゃないから、何やの店の、ね、店員がバカうんと、何やの一風堂はたまにあっ潰れてしまえってことか、いろんな気持ちで。だから僕たちはここでね、気をコントロールする芝だらき、気遣いができるようになって、これをね、みんな元気がない日でも、よし、この店に来たからには元気にね、いらっしゃいませって、ありがとうございますって、おいしいラーメン作ろうぜっていう気持ちを俺たちは持っていかんとさ、いかんわけよ。だってこれが僕たちの仕事やもん。そしたら元気がない人をね、こう来る、食べる、そしたら少し元気になって出ていくね、元気な人もっと元気になって出ていくね、そういう風になって元気を作ることが、少しでも、もし万分の一でも一人の人間に対してそういうことができるんだったら、俺たちの仕事っていうのは社会に対してちゃんと意味合いのある仕事をやってるっていうことになるんだから、まずはね、何もお天道様に裏なんか背を向けたような言い方せんでいいじゃんけどさ、俺はそう思うよ。だけどお前らみんなね、どうせね、飲食店、ラーメン屋来る人間、優秀な人間もおるけど、ほとんどがみんなね、大したことはない、大したことがないやったら、お前このくらいはしてから少しは世の中の役に立つようなことせんて、いうふうなことを今強く思ってます。そしてそういうことを話してます。そしたら社員さんが少しは元気になってきます。それでもクレームはいっぱい入ります、はい、だけど10年くらいかかったのにね、今の状態のクレームはもう入らなくなる。うちの店はいい店になります、間違いなく。僕そう思って、そう思ってやっていかないとね、できないもんね。まあそういう風にですね、なりたいなと思ってます。すいません。はい、そういうことで、まあ今何のために生きてるか、何のためにラーメンや、この何のために仕事やってるかっていう、これ実はね、こんな話一般の会社でほとんどないんですよ。ね、それ社長や部長が悪いんですよね。そうですね、この話はね、もう一覧に聞かせたいですね。いやいや、そうですね。お前がいらっしゃいます、ありがとう、お前マイクに言わせんのかみたいなね。顔出すお前が、のれんをこうやりやがってみたいなね。あ、ただあれはあれだね、チェーン店家としてはね、画期的でね、人材教育が一切いらない、バイトでもチェーン店家ができるっていう意味では、あれが画期的なんですよ。心ないけど、いや、ね、でもラーメンはね、どんどん美味しくなってますよ。うん、うん、麺とかラーメンはね、ずっとやっぱ変えてる。はい、あ、そうですか。秘書も。一応変えてます。そうっすか。変えてるし、それにやっぱり。あ、前秘書が5人だね。で、ちょっと調子乗って、ナンバー2が六本木に出して、ね、まあね、ちゃんちゃんバラバラ今喧嘩してますよね。そうですね。でも、交流もね、この前、ちょっと元気なかったですね。え、交流ってお店で、ね、あ、その真似た、ナンバー2がやったお店で、はい、大学に、なるほど、まあまあいいですよ。はい、どうですか、あと一人ぐらい。いや、もう大概元気に喋ったけど、はい、はい、あ、そうですね。いや、でも今の話良かったですね。いや、ああいう話です。あ、すみません、最後に一つ質問なんですけども、公演の中で
中国人は前向きで元気がいい、逆に日本人は非常に元気がないというふうに言われましたけども、この日本もしくは日本人がですね元気よく再生するには何が必要だと思われますか。はい、いや難しい。いやだからもう言ってしまえば、そのさっきも書いたようにまずは元気になろうと思うことじゃないですかね。一人の力で再生していってもそれはもう再生できませんから、やっぱし僕たちが先輩として、ね、さっきも話したようにやっぱり恥ずかしくない姿を見せない感じ、ちゃんと後輩は後輩、ね、後進たちにちゃんと、まあ、あのおっさんかっこいいね、あのおばさんかっこいいねって言われるようなおっさんおばさんに俺たちがなっていくことをね、やっぱ心がけんといかんじゃないですかね。だからなんかつまんないことね、それは俺もバカみたいなことしか、そんな成人君じゃないけどね、遊びもすれば、つまんないこともよくやりますけど、まあやります。だから今ね50も過ぎていろんなことがあってなんか分かったようなそんなことを今言わせてもらってるけど、まだ分かってないことがいっぱいあります俺も。だけどやっぱり後輩たちに恥ずかしい姿はやっぱり見せたくないですね。僕そう今日は恥ずかしかったけど、ね、その昔ちょっと役者も好きだったのもあるけど、かっこいい大人になりたいっていうのはもう俺若い時からうちの連中にずっとね、うちから出たスイカ、ガンバランバ、いろんな店があります。前だけの食卓とかね、もういっぱい。そういうところの連中も、飲食業の連中でみんなきっと言ってますよ。しげみさん、やっぱしかっこいいねって。おい、白髪頭のおじさんになってきたけどね、体力もなくなった。でも、かっこいいって後輩たちに思わせることは必要ですよね。で、だからやっぱし、男も女もやっぱかっこいいって言葉で言ったらね、もうすぐバカみたいだけど、やっぱそういう人間になっていかないかんじゃないですかね。そうなっていけば、きっと元気になっていくんじゃないかなと。はい、じゃあまあそういうことで今日もロングランでしたけど、これ、あ、消えましたよね。まずは思うことってね、単純でなんか当たり前がすごい大事なんだね。あ、もうすごい。まず思うこと、松下幸之助さんがですね、共産の稲森さんがまだこんな頃に松下幸之助のなんか講演会に行って、そのダム経営っていうか、そのね、その無借金でちゃんとこの蓄えた資金もちゃんとあるようなダム経営をやりなさいっていう、まず幸之助がそんな講演して、はあ、いいですね、その無借金でそんなものになりたいですね、どうやったらなれるんですかって、誰かが質問したら、松下幸之助が、うん、なりたいと思うことですね、だからみんなドッと笑ってね、ところが、ね、やはり稲森会長だけがね、そうか思うことかっていうのを。僕はですね、小学校が田島小学校で優先中学校行ったんですけど、田島小学校の6年の時に大阪松下からね、八木君っていうのが転校してきて、当時の松下はみんなね、もう道を開くやらくさ、物の見方考え方をみんな持っとったわけよ、松下の社員さんは。でそれを息子も呼び寄ったわけやね。でも僕はその仲が良かったもんやけど、そいつから借りて、だから僕商売の面でね、僕大学ね、僕3大だったけど大津ゼミっていうところを受けて、そこのだけ僕は成績が良かったんですよ。ゼミが好きでね、よく行きよったから、卒論は松下幸之助が書いたから。あ、本当だ。から若い時からその松下幸之助の生涯の言葉がいっぱい僕ノートに書いてた。あ、だからまずは思うことっていうのは、僕はもうだから17、18の時から。あ、なるほどね。あ、ね、やっぱそれしかない、ね、だからまあ思うことなんですよ、まずはね。でその後はまあね、やることはいろいろまあありますけど、はい、というわけで、ですね、まあ、明日から皆さんもぜひ一段に行ってですね、の機械的な対応とこっちもうアナログ泥臭い人間的な対応、まあそれぞれやっぱいいと思うし、まあ、もちろんその1店舗のですね、ラッサラしたばっかりのラーメン屋とか、もうそれに近いようないろんな業種の人たちたくさんいますけど、まあ、本当今日は最後の最後にですね、いい話聞かせていただいて、もう普通はですね、今度実は日本一のですね、経営者の、講演会の日本合理化協会というところが夏にですね、日本を代表する経営者約30人、たった30人選んで、第参加費25万ですよ。今日なんか めちゃくちゃ安すぎる。でそこに、ね、全国から1000人ぐらい集まるんです。30人日本を代表する経営者の一人が実は河原さん選ばれましたね。ただそこではね、今日、そこの時間持ち時間1時間しかないんですよ、ね、
今日何だかんだ入れたらもう3時間ぐらいですそれでこの値段ですからねやっぱそれはね、参加費そのおっさんたち、参加する人たちがそっちの方は1人25万払って彼女たちの話聞くんですからね。まあ他に30人も社長いるけど、そういう意味ではあの今日の、まあ、恩返しっていうか安い参加費の恩返しはまあぜひ、まあ、お店の方行ってですね、ぜひ現場の今日も資料の中にあのレンゲ堂っていうですね、うちのメール会員が入ってましたから、これはなかなかあの、ね、僕らのホームページ作るのが遅いんですけども、ぜひあの入られてください。あのメール会員もちろん無料ですから、いつかなんか皆さんにもっともっとですね、あのいろんな情報を発信できるようなものになっていくと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあまあそういうことで、今日どうも遅くまで、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。もう11時になったんですね。とりあえず今日はあのこれで終わりますので、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。